お。いった。やりました。本日初目白です。朝日に輝いております。壺現象も続きました。あれ大きくない？まだまだ2人揃って朝目白です。やっぱ楽しいね。楽しいね。いいね。どうだ。サイズダウン。連発しております。まだまだこれから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 。壺現象、今のがピークってことがないようにお願いします。そうだね。これがピークでないことを祈ります。祈りましょう。頑張ります。さあ今のところ20センチ、今日のメジナが連発しております。なんとかサイズアップしたいです。お、またかかったぞ。これメジナかな。メジナだ。やばいな。あれまたサイズダウンまたサイズダウンまたサイズダウンしたよ。なんでサイズアップを狙ってるんですけど。壺現象、米ジナ湧いてますね。湧いてます。ああまただ。サイズアップしないな。これはまあ少しはいいんじゃないかこれ。少しはいいんじゃないかと思いきや、このサイズこいつが湧いてます。こいつをかわしたいです。ちょっとサイズアップ、サイズアップっていうほどのアップじゃないな。これを何匹釣ったでしょう。この現象ヒット。しかしサイズダウン。デジャブです。おはようございます。おはようございます。城ヶ島にやってまいりました。はい、そして久しぶり。はい、久しぶりですね。久しぶりの城ヶ島にやってまいりました。そして久しぶりのこの方です。久しぶりの壺現象です。全国13人の壺現ファンの皆さん、お待たせいたしました。少なこれやで。今回はどうしてもホームの城ヶ島で聴講したかったんです。そうだね、はい、というのもなんとエンジョイジャパンチャンネル登録者数3000人を突破しました。ということで、今回はホームグラウンドである城ヶ島で深瀬釣りでメジナを狙っていきたいと思います。暑いんだけど。もう9月の中旬なんですが、そうそう、しっかり30度あります。しっかり30度超えてるね、はい、暑い。そしてちょっと海の中覗きましたけど、餌取りがっつりいます。がっつり。まあそんな中で果たしてメジナが釣れるのか、これから本番シーズンに向けて。そうですね、ちょっとリハビリじゃないけどね、はい、チャンネル登録者数3000人突破記念となる何センチのメジナにしましょう。33センチ。お、33で。ということは壺現象3匹。何だった、何でもいいのかい。ダメなのかい。それでは3人で33センチのメジナを3匹。おお、上がった上がった。え、みんな合わせて。いや、みんな合わせて1匹ずつ釣りましょう。できそうです。なんだかとってもできそうです。はい、だいぶ優しいハードルを設けました。それでは今日も、はい、張り切っていきましょう。はい、エンジョイジャパンスタートです。
さあ泉先生、チェキーン。エンジョイジャパンもいよいよチャンネル登録者数3000人を突破しました。すごいね。すごいですよ。釣れてないのに、まあ、本当ですね。少しでも視聴者の皆さんに面白い動画を届けられるように頑張りましょう。面白いもう面白さしかないでしょ。だって釣れない釣り動画おかしいな。じゃあ今日は泉先生、景気づけの一尾をあげてください。ちょっとね、城ヶ島のメジナを皆さんにお見せしたいと思います。はい、よろしくお願いします。はい、任せろ。さあここは城ヶ島の潮見というところです。潮見のこの先端が1番で、ここが2番、3番、4番というふうに番号が振り分けられております。で、私たちは今日は2番、3番、4番に釣り竿を構えております。さあ今日は一体どうなることでしょうか。泉先生、はい、準備できましたか。できました。チャンネル登録者数3000人突破記念、ホームグラウンドの城ヶ島での調報となります。それでは第1投目お願いします。3000人の登録者の皆さんに城ヶ島のメジナをお見せします。せーの、大ブーだー。さあ久しぶりのホームグラウンド城ヶ島での調光となっております。今回のハードルは何でしたっけ泉先生。33センチのメジナ、1人1匹ずつですね。そうですね。坪健師匠と泉先生、そして私の3人で33センチのメジナを1匹ずつ、合計3匹。まあいけるでしょう。何としても今日達成しましょう。はい、泉先生、今やり始めたから分かってないと思うんですけど、表層の風波は左に行ってるんですけど潮は右に行ってるんですよ。今浮きの右にこませ打ってたのは狙いとは逆ですよね。多分右から左だと思ったからですよね。でいいと思うよ私。え、ラインに当たりやすいたんですか。風は強いけど、はい、風がね今日8メーターぐらいの南風が吹いてるんですよ。この城ヶ島の潮見は幸いにも南西の風だと背中からの風になるんで、風速よりは釣りにくくはないですね。ちょっとあの大きめの沖でどんぶらこを流そうと思ったんですけど、はい、まあ、ちょっと今日は向いてないですね。流せないんではい、変えます。はい、早速変えるんですね。じゃあ頑張ってください。はい、潮がだいぶ素直になってきたみたいです。浮いそうなんだけどな。ヒット、あ、叩いてる。これは間違いなくあいつでしょう。いい当たりだと思ったらアイゴでした。残念、アイゴ。何やら不穏な空気が漂ってまいりました。遊んでる人がいます。泉先生、はい、調子はどうですか。やったばかりなのでまだまだこれからです。真剣にやってますね今日は。まあね、当たりはありましたか。ありません。まだちょっと自分のやり方がまだ確立できてません。なるほど。夜明け直後は坪健師匠と私2人でやったんですけど、あのコッパメジナが湧いてて結構面白かったんですよ。ああ、なんかね、湧くのやめちゃったね。完全に湧くのやめちゃいましたね。下に潜ってるんですかね。
くなってきて、そう日が出てきたから、うん、なんかそんな気がします。ちょっと深めを攻めてみたらどうですか。そうですね、なんか潮の流れが複雑な感じする。そうですね、ちょっと風が強いのと潮が風と反対なのと相まってちょっと難しいですね。みんなで横並びになってるから流せる距離が短いので、はい、限られた時間で合わせなきゃいけないっていう難しさがある、まあまあまあ、今泉先生の独壇場っすよ。おじさんあそこで遊んでますから。でも浮きを見失っちゃった、見失っちゃったの浮きを。潮止まりですか。あ、泉先生、え、単純に潮止まりだそうです。なんだ通りで変だなと思ったんだ。全く当たりがなくなりましたからね。休憩しよう。休憩ですか。タモいるかもしんないな。あれあれ、なんか叩き始めてない、これみんなから嫌われてかわいそう。ああ、またもやこいつ、愛護3連発です。いい愛護だね。でもいい愛護とかあるんすか。よっしゃ、絶対違う。あいよー、お、重厚感ありますね。あー、メジナっぽい。あ、違う。まさかの愛護5連発、どうなってしまったんでしょう。城ヶ島の海、泉先生何やってんすか、何遊んでんすか。ちょっと潮が上げてきて危ないですよ、寝てたら。そんなところで寝てたら、もうそろそろ昼ごはんだよ。チャージしますか。チャー。釣りはピクニックだから。じゃあ、じゃあお昼にしましょう。はい、今日のお昼は何ですか。冷やし中華です。夏はね、やっぱり酢の物食べないと。磯で冷やした冷やし中華最高っすよね。最高、最高マシ。超おすすめですよね。わ、麺が風で飛んじゃう。いただきます。うまい。釣りを開始して。約3時間が経ちました。泉先生は休憩中、坪原師匠はまだ頑張っています。今いいとこだなと思って声をかけずにいました。坪原師匠、はい、何やら不穏な空気が流れていませんか。流れてますね。オープニングの前にちょっと2人で釣りしてたじゃないですか。してたね。なんか言ってましたよね。そうね。まさかこれがピークじゃないですよねって。ね、オープニング前のね、朝一がね、またまたまたって数釣りしたからね。はい、その現象、このままだとあれをメインに持ってこざるを得なくなります。あれを。やばいです。ちょっとなんとか一波乱お願いします。そうね、潮も今上げてきてちょっと変わってきてるから、はい、若干
魚の角自体は少し高くなってるからね。そうですね、動きが出てきましたよね、うん、3000人突破記念で33って大きいこと言った人、あそこでなんか考え事してるみたいだし。あれは考え事ではありません。なんでしょう。睡眠です。睡眠なんだ。言われてみるとさ、差を畳んでるもんね。そうなんですよ、あの一時休憩じゃないんですよね、完全に睡眠に入ってるんですよ。どうやって33釣るんだろう、ね、夢の中で釣るつもりなの。釣ったって言い張るんじゃないですか。二人で頑張ろう。頑張りましょう。はい、よろしくお願いします。お願いします。完全に竿を畳んでいいポジションで休んでおります。だいぶ水位が上がって足場もなくなってきました。だいぶ厳しい状況になっております。もう出ちゃって出ちゃって、風も強いしダメです。いやちょっとこれは無理かな。もうどうでしょう。はい、だいぶ海が荒れ模様です。すごいね、やっぱうねってきたね。予想通りっちゃ予想通りなんですけど、ね、まあ昼ぐらいからダメかなと思ったけど、まさかこんなにダメとは、ね、もう釣りじゃ水かぶってるでしょ。完全に水かぶってます。避難してきました。俺のところはね、釣り玉なんとかなんだけど、後ろがもう 水だらけだね。危ないのは良くないからね。そうですね、安全を第一に考えましょう。そうだね、もう足を洗っております。今まあまあ、まだシーズンも早いしね。そうですね、まあリハビリで今日はね、勘弁してあげましょうか。このぐらいで勘弁してやりますか。そうだね、やめよう。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。次回頑張ろう。まあこれからだよね。泉先生、おじさん面白いね。、はい、どうぞ。このおじさんですか、はい、このおじさんはね、大体面白いです。このおじさんは動画内ではオープニングとエンディングでしか力を発揮しない。一応師匠と言われてるけど、もしかしたら違う師匠なのかもしれない。知らんけど。なんとか工業の、うん、なんとか工業のね、うん、泉先生、これからグレ釣りシーズン本番が始まります。今期の目標は何でしょう。今期の目標、はい、45センチオーバーじゃないですか。あ、そうですね、 43.5 の壁をなかなか破れてないですからね。できたら昼間、はい、昼間45センチオーバーのメジナを釣るっていうのは一つの壁ですね。とにもかくにも、エンジョイジャパン、チャンネル登録者数3000人突破しました。ありがとうございます。皆様のおかげで達成することができました。はい。これからも応援よろしくお願いします。よろしくお願いします。